アルトワークス競技者への道、第4弾になります。バイク用のデジタル水温計を買ってみました。値段はアマゾンで3000円でした。センサー、配線がすべてセットになっています。早速取り付けていきます。追加の水温計をつける場合、ラジエーターホースを切断してアダプターをつけるのが一般的ですが、F6A エンジンには水温が上がった時に、エアコンを切るためのセンサーが取り付けられており、このセンサーが付いていた穴が、水温計のセンサーのネジと全く同じなので、無加工でポン付けできました。液体ガスケットを塗ってセンサーを取り付けました。エアコンを外しているので、元のセンサーはなくても問題ありません。アクセサリー電源とアース、水温センサーからの配線を、ダッシュボードまで引っ張ってきて繋げます。表面テープでダッシュボードに貼り付けました。水温計の隣は電圧計です。実際に走ってみると、上り坂でも水温は80度台までしか上がらず、高速走行ではラジエーターに風がよく当たるので70度台になりました。水温が90度付近になるとラジエーターファンが回り出すようです。これでいつでも正確な水温がわかり、未然にオーバーヒートを防げるようになりました。